はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、足首硬い人のストレッチ方法になります。まあ、足首のストレッチがですね、硬い人、まあ、例えばうんち座りができない人とかね、いると思うんですけども、足首が硬い場合、下半身痩せすることがとっても難しいです。まずふくらはぎが張りやすい、前ももが張りやすい、そしてですね、上半身の体型も足首が来てますんで崩れやすいです。お腹がまず出た姿勢、お尻が出た姿勢、いわゆる反り腰でですね、腰が反ってしまう、お尻が出てしまうっていう姿勢になってしまいます。もちろん筋トレをしてね、改善しようとしている人多いと思うんですけども、まずはですね、足首のストレッチからやっていかないと、ふくらはぎ痩せ、もも痩せ、なかなかできません。なので今回、足首の硬い人用のストレッチを紹介します。はい、まずやることはそんなに難しくなくってですね、基本的には片方膝、片方膝を立てる、これで前にグッグッと足首をしっかりストレッチしてください。こういう感じです。 1,2,3,4,5 こういう感じです。反対もいきましょう。こういう感じで 1,2,3,4,5 こういう感じです。硬い人は多分こんな感じになると思うんで難しいと思うんですけども、体重を前に寄せる、こういう感じでストレッチをしてください。で、あとですね、こういう感じで膝を前に出してちょっとスクワットをする感じでぴょんぴょん跳ねます。これもいいです。これも片足ずつとかね、こういう感じでグッグッグッとグッグッグッと膝を前に出す感じです。こういうね、できるだけ膝を前に出すと足首がしっかりストレッチされます。あとスクワットの時ですね、こういう感じで、まあ物持っても持たなくてもいいんですけども、下まで座るっていうスクワットをやってください。基本的にこういう感じでスクワットをするんですけども、この場合足首硬い人はですね、前ももが張りやすいんで、こういうスクワットのフォームよりも膝を出したスクワットで太ももを鍛えながら足首をストレッチしてみてください。基本的にはですね、だいたい1日15秒ぐらいです。スクワットを、まあ、例えば10回、あとは膝ついてこういう感じで交互にですね、まあ、2、3秒やってみてもらえたらと思います。はい、今みたいにですね、下まで座るスクワット、膝を出してしゃがむフルスクワットですね、それを1日お風呂上がりに10回、そして足首を片足ずつストレッチっていうのは、まあね、ちょっとクッキュッキュッと早く5回、まあ合わせてね、だいたい15秒ぐらいで終わりますんで、毎日お風呂上がりにやってみてもらったらですね、太もも痩せと足首、ふくらはぎがね、変わってきますんで、まあ、その足首からね、変わってくると上半身のバランスも変わってきますんで、まあ、皆さんね、エクササイズでもいいと思うんですけども、足首硬い人は足首から変えていくことを心がけてください。ということで今回は足首硬い人のストレッチ方法でした。よかったらコメントも待ってます。で、グッドボタン、できればよろしくお願いします。まあ、勉強になったよって方はチャンネル登録、説明欄にありますんで、よろしくお願いします。タートルでした。